もやってまいりました。沖田ヒロムのラムラムラジオ、今週は第188回なんですけども、いやー、しかし昨日の台風はやばかったね。もう雨風ひどくてさ、でもうどこもかしこもね、警報、避難勧告が出されましてですね、まあ、僕の地域も出されたんですけども、まあ何しろ僕の家は2階なので、そんなにね、突飛な被害は今までもなかったので、まあ、とりあえず避難せず家で、過ごしてました。まあなんとかね、難を逃れたという感じなんですけども、まだまだね、川沿いにお住まいの方なんかはまだまだね、その警戒が必要だと思いますので、最新の注意を払ってですね、情報を確認して、動いていただければと思います。で残念ながらね、全国で7人の方が亡くなってですね、20人の方が行方不明という情報が入ってきました。本当にね、もう突然のことでね、本当にまあ、その方々はちゃんと備えてらっしゃったと思うんですけども、それでもね、こうやってこう事故が起こってしまうということで、本当自然の力っていうのは本当に怖いなというふうに、痛感させる気持ちでいっぱいです。でね、本当にお亡くなりになった方に心よりご冥福をお祈り申し上げます。そしてね、行方不明の方は、一日も早くね、見つかって家族の元に戻られますことを、心よりお祈り申し上げます。で、余談なんですが、ちょっと今ネットをちょっと見てたら、まあ、余談の余談なんですけど、この、台風、昨日、なんか矢沢永吉さんが、ライブをやる予定だったんだけども、まあ、もちろん公演を中止したと。で、その代わりに、ライブ配信しますっていうふうにおっしゃったらしいんですよ。で、それに対して、まあ、ファンかなんかわかんないですけども、この台風の時にライフラインを使ってモラルないね、みたいな、ことをメールしたらしいんですよ、矢沢永吉さんにね。そしたら矢沢さんが切れて、ふざけんなみたいな感じに返したらしいんですけど、まあ、結局ね、矢沢永吉さんの気持ちもよくわかる。まさかね、ライブがね、こんな中止になって損害も多かっただろうし、じゃあせめてものファンサービスとして、ね、配信でなんとかみんな楽しませようというのはわかるんだけど、例えばね、どうなんだろう、回線がパンクするっていうことは、まあまあ、ありえないと思うんだけど、矢沢永吉さん一人の、動員では。まあ、ただね、それにこう、集中してしまって、なんていうのかな、避難を遅れちゃった人とかも、出ないよ、という確証はないですよね。という意味では、苦情を言った人は正論なのかなって僕は思うわね。その冷静に考えてたよ。その言い方は腹が立つけども、これは歴史とした事実だからね。うん、そう、それで被害に遭う人も出てくるんだよという考え方ね。それ一つの価値観だから。それが、ふざけんなっていう、言うべきではなかったよね、矢沢さんはね。うん、その冷静にこうなんか、対処して、どうも、私の責任です。すいませんでした。またちょっと日を改めて、ライブさせていただきますみたいな感じの方がね、ちょっと違ったのかなと思います。まあ、しょうがないよね。ついね、計画が潰れてこう、ちょっとね、カッとなってしまったんだろうね。それ痛いとこ使える。それはしょうがない。今日は本題に入りましょう。本題ね。今、ネットで騒いでおります。東須磨小学校、須磨っていうのかな？須磨小学校の教師いじめ暴行動画が出回ってますがですね。男女の、教員が3人が1人に対して、激辛カレーを目とかに塗ったり、無理やり食べさせたり、あと、すねをね、テープでバリってやったり、あと、携帯電話をロックして使えなくする嫌がらせとか、そういう嫌がらせを、度重なる嫌がらせをして、その、被害を受けた教員の方は、出勤できなくなってしまったというね、精神を病んでしまったんでしょうかね。もう本当残念な事件が多いですね。本当に。もうしかもですね、教師なんていうのはもう物の分別がついてる大人ですからね。もうその教員も30代の人間らしいんですけども、もう良し悪しが分かった上での、まあ、経験がいろいろ積んだ上での、事件ですからね。誘拐犯としか思えません。絶対それはやっていいこと悪いことってのは分かってるはずなんです。分かっているのにああいうことをやるっていうのは、本当に愉快犯だなというふうに、もう本当にね、僕はあれを見てね、もう毎日腹立ってますね、本当に。しかも無抵抗な、弱い立場の人間を、大人数でやるのは本当僕は大嫌いなことですね。今からもう行って一人ずつぶん殴りたい気持ちなんですけども、
そんなことしたら僕が逮捕されてしまうので、まあ、そこはちょっと抑えてですね。まずですね、その、僕がいつもこういうニュースを見て思うんですけども、いじめとかね、いう言葉自体をもうなくしていただけないかなと思うわけなんですよ。というのは、明らかにこの東須磨小学校のやってることの、この教員たちがやっている行為っていうのは、いじめではなくて犯罪であり、暴行なんですよね。で、しかし、一般の視聴者からすると、その学校で起きたことはいじめと見なされてしまう。だから、こう、ランクがあって、いじめ、暴行という、こう、ランクができてしまう。だから、いじめって聞くと、なんか、ちょっと、ランクが、あ、いじめが下か。いじめが下なんだ。暴行とか犯罪が上で、いじめが下っていうランクが、なんか洗脳されてしまって、そういうふうに感じてしまうのね。教育の現場で起きたことはいじめなんだと。いじめという言葉を使うことによって、ちょっと軽く映ってしまうんですよ、その、やったことが。ひどい話じゃないですか。だからいじめという言葉を撲滅して、もう、この教育の現場だろうが、家だろう、家の中であろうが、すべて暴行としてちゃんと表現してあげないと、その認識がその、やはり、違ってきちゃうわけなんですね。そう、虐待とかもそうなんですけど、あれも暴行とちゃんと表現してあげないと、どのくらい自分の今したことはどのくらいの位置なんだ。例えば学校だから今いじめだからまあ犯罪未満なのか、あ、そっか、そうでもないかっていう風な考えを起こされては困ります。ね。もっと自分のしたことに対しての、認識を深く考えていただきたい。で、やっぱりね、その、こういう現場でね、教育するべきものが、こうやっていじめ、愉快犯として犯罪を犯してしまう世の中になってしまった。うん、これは昔からもしかしたらあったかもしれない。そんな報道はされてないけどね。だから教育する側がこれだから、もちろん教育される側はそんなに、高貴な優秀な人には育たないよねっていうことで、まあもちろんこういう教員たちはクビにするべきなんだけども、これからの子供たちのためにやはりその僕はね、教員というのはもっとハードルを上げていいなと思うんですよ。例えば、そうね、30代以上とかね、30代以上じゃまだ足りないの、40代以上か。まあ、40代だとまだちょっと未熟な人はいっぱいいますけども、ある程度年齢設定をもっと高くしてですね、これはちょっと批判を受けそうなんですけども、年齢設定をちょっと上にしたりとか、もしくはそれがダメだとしたら、試験を行うじゃないですか。筆記試験とかね、いろいろやると思うんですけども、その試験の中に、ちょっとね、小細工して精神鑑定みたいなのを入れてですね、この人は正常な人なのか異常な人なのか、あと家庭環境を調べたりとかね、本当にね、その教育をするっていうことがどれだけの大変な、偉大なことなのかというのを認識されてない部分がある、ね、教員ってね。なんとなく公務員になったからお金がね、に食いっぱぐれることもないし、ボーナスもあるし、なんていうの、休暇もあるしっていうね、そう甘い部分ばっかりこう考えて入っていった人も少なくないと思うのね。まあ、このご時世だから、この不景気でね、なんていうんですか、就職難の時代だしね、もうそこで入れただけでいいじゃんみたいな感じの感覚に、陥ってしまう方も多いと思うんですけども、そこはちょっとね、公務員ですから、公務に携わっている人々ですから、やはりそこは、まあ、政治家もそうなんですけど、ある程度の一定の、基準、筆記とかそういうのはもう暗記すれば誰でも覚えられます、あんなもんはね。こんなバカな僕が言うのもあれなんですけど、もうちょっとその人格的な部分を重視して採用していただけないかなというふうに思います。例えば心理テストじゃなくても、例えばいじめられた子がいたらどうしますかみたいなね、簡単なその設問みたいなのをこうブーッとね、こういうシーンがあったらどうしますか、こういうシーンがあったらどうしますかって、こう何パターンも用意して、それに答えさせるというね。で、その全部答えたうちの、点数に満たなければ不合格。で、点数に入っていれば合格みたいな感じで、そういう、どちらかという筆記試験よりも、その、人格的な部分の、見極めを、どんどんね、だから逆に、教育をする、それは、が仕事になってくるんだけども、
教育をするものを育てていく環境だから、その、子さんのね、教頭先生とか校長先生、あとベテランの先生もいらっしゃると思うんですけども、彼らがもっとしっかりしないとダメだよっていうね、今回はこういう不届き者を出したわけなんだけども、この東ステマ小学校っていうのは彼らももちろん悪いし、その、まあ、撮影をしてたなんていう、ほんとこれとんでもない話だよね。撮影をして何に使うのかわかんないけども、流出しちゃったわけだ、その撮影がね。それでバレたのか知らんけども。悪いことをして、悪いと分かっていて、それを撮ってですね、それをまあ、こういうふうに公になっちゃったわけなんだけども、悪いこと尽くし。だから今、こう、なんていうんですかね、ネットでちょっとね、ネットに上げようとしたのがね、撮ったの。ちょっと目立った方、目立ったもん勝ちだみたいな風潮ありますけども、まあちょっと話逸れちゃったか。もうちょっとね、なんか周りを考えて冷静な行動をね、撮っていただきたい、と思います。ほんと悲しいニュースばっかりでね、頭きちゃうね、ほんと。なんかもうちょっとごめんなさい、なんか話が整理つかなくて頭きちゃってさ、わかる？この気持ち、ほんと視聴者の方もちょっと分かっていただければ嬉しいなと思うんですけども。で、まあちょっとまとめると、その、テスト、その、採用試験をもっとハードルを上げる、ね、ハードルを上げるというか人格的な部分のテストを、ちょっと増やして、そこハードルを上げると。あと年齢制限をなるべくするとね。そして、いじめという言葉をなくして、暴行、すべて暴行と統一してください、マスコミの皆さん。もう、これはマスコミのちょっと悪い癖だね。いじめとかそういうさ、なんか学校の現場イコールいじめみたいにするとなんか結構ね、盛り上がるわけよ。見てる人は。盛り上がるというかね、こう、おって目につくわけなんですよ。いじめっていう言葉がね、いじめっていうワードが。だから、もうマスコミの方も金稼ぎも結構なんですけども、ちゃんと物事の本質を、捉えてですね、ちゃんとね、批判的に世の中を良くするように、こう、ような報道の仕方を、お願いしたいなと。その弱小 YouTuber は僕が言っても何のあれもないんですけども、ぜひともよろしくお願いします。今日はなんとなくこう、ちょっと今大変いろいろ台風のことも含めて、心身的にちょっと怒りと悲しみの感情がこうちょっと交差してまして、ここちょっとまとまりのない放送になってしまったことをこう、申し訳なく思いますが、これがリアルの今の沖田ヒロムなので、今週も包み隠さず、放送させていただきました。いじめ、暴力を許すなということで、ぜひ、もしね、そういうの見かけたりとかね、した方は、そういうの、ね、止めに行くのはちょっとなかなかね、怖いでしょ。自分の身も、安全も確保しなきゃならないから、ぜひ警察とか、いじめに対応している弁護士さんもいらっしゃいますんで、そこに密に連絡してですね、匿名でも結構ですんで、ぜひとも対応していただけば、一人でも誰かが救われると思いますので、ぜひ、警察よりやっぱ弁護士さんかな。いじめを見つけてこう対処するという弁護士さんがいらっしゃいますんで、専門にやってる方が。その人に、法テラスとかも使ってね、お金ない人がやってもいいし、やっていただいて、いじめとかその暴行を、まあ、いじめって僕言っちゃったけども、暴行をね、ぜひ、ない世の中に、していき、いければと思います。あと、台風の、被害に遭われている方、避難されている方、心中お察しいたします。くれぐれも早い、復興を、心よりお祈り申し上げております。では、今日はこれにて、最後まで聞いてくださってありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。では、また来週、沖田ヒロムでした。ありがとうございました。さよなら。Stay. Get a bottom bed and a bottom food.
it but it's a bottom move maybe but a move macho bow got the money mouth from pants and lady pool tonight oh yeah brother baby blood and pool some pants and lady pool tonight oh it's a lot of money but I got nobody noodle the song and money better do too